マジシャンズドットいったー。どうも皆さん、こんにちは。ワンダーバンド手札全部捨てて外役リュウです。さあ今日はですね、急になんですけども、急に、リミットレギュレーションの適用と一部スキルの変更がリンクスのお知らせに来ましたので、今日はこちらを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。ほんと急に来るんですよ。急にボールが来るんですよ。柳沢あっち状態、これ要するに QBK ってやつですね。急にボール来るんですよ。本当にリンクスってお知らせ、 QBK わかんない方は QBK を、調べてください。今日ですね、ほんと急に来たこのリミットレギュレーションとスキルの変更について見ていきたいんですが、皆さんと一緒に、まずスキルの変更について見ていきましょう。7月の27日から変更されます。4つですね、全部で4つ。まずドローセンス魔法罠について、デッキに採用する魔法トラップカードを1枚のみにして、このスキルを使用することで、その魔法トラップカードを確実にドローできる、要は確定ドローですね。これ何が言われてるかというと、芝刈り、芝刈り岩石デッキっていうのがあったんですよ。芝刈り確定で引いて芝刈りバーって落としてめっちゃ展開するっていうデッキあったんですけども、あれが、規制されることになりましたね、実質。これはね妥当です、多分。知ってたみたいなとこある。芝刈り確定サーチはさすがに強いので、さすがに強いから、これはちょっと大幅弱体化ではあるけど多分妥当ですね。で、どういう風に修正されるかっていうと、自分のライフが1000減るごとに使用できるようになって、ドローフェイズ時に通常ドローを行う代わりにランダムで魔法トラップカードをドローする。ただし、このスキルが魔法トラップカードがデッキに3種類以上存在するデッキを設定してデュエルを開始しないとダメですよ。要は芝刈りを確定でドローできなくはなりましたっていう形ですね。で、次、サイバー竜王妃。サイバー竜王妃。いやー、やっとですか。妥当ですけどね、やっとですね。あまりにも妥当すぎるでしょうね。みんな言いました。僕らのディスコードのメンバー全員言いました。でしょうねって、でしょうねって言った。これは比較的容易な発動条件、これちょっと文章間違ってますね。比較的容易じゃなくて、あまりにも容易な発動条件を見直して融合召喚のためのスキルとなるように下方修正をしますと。これあまりにも妥当で、でしょうねって感じなんですけども、自分のライフポイントが2000以下の場合に一応ロールで使用できる。これ1000減るごとに使用できるみたいな、1000減るごとにっていうか1000減った後にだったらなんか使用できるみたいなスキルだったんで、コズミックサイクロン1枚から、発動できるスキルではなくなりました。このスキルは2000以下の場合にだったら使用できるっていう感じなんで。で、デッキ外からプロトサイバードラゴン 2体まで、フィールドに出すよ、攻撃表示で。で、1000以下だったら、プロトサイバードラゴン3体出すよ。要はこの2000から1000のこの部分は変わんないですね。2体出すか3体出すかみたいな。で、このスキルでフィールド出したプロトサイバーがリリースできないし、融合モンスター以外を特殊召喚できないし、これ融合モンスターでしか攻撃ができないよ、この文章が加わりました。これ何かっていうと、今まではそのコズミックサイクロンとかフュージョンサポートとか打ってプロトサイバーポンポンって出して2台3体で、そいつらで殴った後にサイバーロードフュージョン打って融合してサイバーツインでもう一回殴るみたいなことできたんですけども、もともと出したそのプロトサイバーでは殴れないよっていうことになりましたので、だからちょっと弱体化ですよね、これはね。ただし、まだフュージョンサポート打ってから使うとかはできるんで、コズミックサイクロンから打つことはできなくなりましたけども、でもなんとかこれだけだったらなんとかなるかなっていう、その構築を工夫すればなんとかなるかな、フュージョンサポートを増やすとかフュージョンゲートを入れるとかいろいろあると思うんですけども、多分ねなんとかなると思います。これだけだったらね。ちょっと後でやるけどね、他のとこ痛いんだわ。他のところのサイバー竜王妃のちょっと規制が痛い。で、次、調律ですね。調律ジャンクシンクロンを活用するデッキの新たな力を呼び起こすため強化しますということで、ちょっと若干ふざけましたね。若干ふざけた。その新たな力呼び起こせっていうことなんですけども、この調律に関してはマジ言いたいことが1個ありまして、妥当ではあるんですよ。修正内容はあまりにも妥当なんですけども、最初からそうしといて、最初からこうしとこう。こういうスキルは最初からそうしておくべき。主人公の、デッキだし。で、むしろもっと言いたいことがあって、カードよこせよ。よこせ。調律のカードを。スキルじゃなくてカードよこせ。なんで渋ってんのかな、俺。マジでちょっとよくわかんないんだよね、これ。意味がわかんない、これに関しては。ちょっと怒ってます、これ。ちょっと怒ってます、これ。まあ、コズメックサイクル1枚で一応打ってるようになりましたということで、通常ドローを行う代わりに、デッキから人気のシンクロンチューナー、まあ、クイックシンクロンとか、ジャンクシンクロンとか、ジェットシンクロンとか、あの辺のチューナーを手札に加えますよ。その後、デッキの一番上のカードを墓地を送りますよ。まあ、これは調律っていうカードと一緒の効果ですね、ほとんど。で、ジャンク効果モンスターが3体以上存在するデッキ、まあ、要はジャンクシンクロンが3枚入ってるデッキであれば、デッキ外からスピードウォーリアーを墓地を送ることができるよと。デッキ外からなんで、デッキに入ってなくてもいいんですよ。だから結構強いですよね。ただしですよ。実はですね、今、優勢デッキって、主流の形があって、ジャンクシンクロン入ってないんですよ。まあちょっとレシピどっか載せとこうかな。入ってないんですよ。クイックシンクロンでこと足りるんですよね。だからまあそもそもジャンクシンクロンを入れないっていうことと、あと単純にスキル別にこれじゃなくても、光の援軍っていう最強カードがあるんで、光の援軍でこう、なんか墓地肥やしたらできるじゃないですか。だからね、別にね、調律はなくてもいいんですよね。援軍もほとんどやってることは一緒なんで、そのシンクロンじゃないけど、チューナー持ってきて3枚墓地肥やしてるんで、なんなら援軍の方が強いんですよね。なんなら。だから、まあ、簡単に言うとマジでカードをよこして、早く。何してんのかなはい。ということで、次いきます。次は進化した最強ドラゴン。進化した最強ドラゴンに関しては、ですね、強くしすぎました。このスキルは。めちゃくちゃ強くなります、これ。これやばいです。これ多分ね、ワンチャンある、これ。このスキル。進化した最強ドラゴンのネオブルーアイズアルティメットが入手できるようになったんで、価値の下がってしまったこのスキルを進化させるよ。どういう風になるかと言いますと、自分のエクストラデッキに、アルティメットとネオアルティメットと、あとツインバースト、ブルーアイズツインバーストドラゴン、これが入った状態でデュエルが始まると。で、このね、ツインバーストがそもそも強いんですよね。非常に強い。まあちょっと耐性はないんですけども、効果の耐性は。まずね、そもそも戦闘で破壊されませんっていう、まあ、戦闘破壊耐性。そして、ブルーアイズとブルーアイズで融合できるよっていう、まあちょっと簡単な融合召喚条件。そして、2回攻撃できるっていう、サイバーツインドラゴンみたいな効果。さらに、戦闘を行った、ダメージステップ終了時に相手を除外できますっていう、まあ要は、知らないのモノロフみたいな効果を持ってるんですよ。これがすごく強い。だから、ブルーアイズデッキで相手を対象に取らず除外できるよっていうことができるようになったんで、例えば、まあ、ゴキュートスとか、ああいう処理に困るような、あと、ホムラガミとか、ああいう処理に困るようなデッキも、なんとかできるようになったんですよ。これがね、強いです。さらに、また3ターン以降に手札のブルーアイズ2枚を相手に見せると、デッキ外から融合も手札に加えますよっていう効果を持ってるんで、スキルがね。だから、結構ブルーアイズ2枚を手札に加えるって簡単じゃないですか。ブルーアイズデッキ、レジェンド、ホワイトオブレジェンドとかもあるし、調和の法則もあるんで、ブルーアイズをかき集めるのは簡単なんで、あと、あれもあるしね、メズラの戦慄とかもあるし、だから、これね、単純に発動条件満たせやすいと思うし、あと、融合1枚デッキ立てに加えるだけなんで、単純に手札が1枚増えるんですよ。1枚手札が増えるだけなんですよ。これ強いっす。これ強い。絶対強い。だから、ワンチャンある。欲張りギミックができる。要は、こんだけ3枚エクストラが増えるんで、要はエクストラ9枚耐性になるんですよ。だからシンクロモンスターも組めるし、デッキにシンクロプラス融合みたいな、シンクロと融合どっちもできるみたいな、その欲張りデッキができるんですよ。でさらに言うと、これどうでもいいんだけど、これどうでもいい情報、ブルーアイズアルティメットドラゴンが、スキルで1枚入るんですよ。でアルティメットドラゴンはもともとデッキに3枚入れることができるんで、だから3枚積んでる状態でスキルで1枚入るってことは、スキルを発動した場合、アルティメットドラゴンがデッキに4枚入ってるっていう状態になるんですね。ジャッジこいつアルティメットドラゴン4枚積んでますっていう状態になるんですよ。アルティメット4枚耐性最強か、ということでね、これはちょっと脱線しましたけども、まあこういうことができるようになりましたよっていうことですね。スキルに関しては以上です。はい、じゃあ早速次、リミットレギュレーション、まあ、カードの方見ていきたいと思います。リミットレギュレーション適用日は、2020年の7月の21日になりました。まずリミット1からゼロ式魔導粉砕機。これさ、意味あるのかなこれ意味あるよ、これさ、個人的にはこれ意味ないと思うんだよね、これ。多分ね、俺ちょっと個人的な意見なんですけども、運営の中にね、ウィッチクラフト魔導粉砕害薬デッキに親を殺されてるやつがいるんですよ。多分ね、多分。だから、まあ、リミット1にかけてるんだけども、まあ、そもそもですけども、まあ、一応、まあ、ウィッチクラフトの魔法カードと相性がいいっていうことで、一応、まあ、採用されてるんですけども、あんまりね、もうそもそもテンプレウィッチクラフトデッキ入ってないんですよね。このデッキ、このカードって。こんなの入れてるやつセンスないっていう話もあるんですよ、もはや。多分ね、テンプレートで入ってないし、強くもないし、そんなに。別に。まあ、ミラーにはちょっと強かったりするかもしれないけど、これ入れとくんだったら違うなんか、その因果切断とか、そういうの入った方がいいよねみたいな話もあるから、ぶっちゃけ多分ね、これはね、意味ないと俺は思う。と、皆さんどうでしょうか？僕は意味ないと思います、これ。一部のネタレッカーからなんかすげえなんか反感を買いそうなリミットですよね。シンクロキャンセルと一緒の感じで、次にギブアンドテイク。ギブアンドテイクはこれはね、妥当。これは妥当。あまりにもラーの使徒を送りつけて相手の特殊召喚封じるっていう、OCG やってる人だったらわかると思うんですけども、リリーサークラウソラスっていう感じですよね。どっちかというとリンクス版リリーサークラウソラスみたいな、虚無魔人みたいな、バニティスペースみたいな、ああいうイメージですね。あれがリンクス版だとそのラーの人を、ネオスで送って、ネオスとラーの人が合体して、野郎と野郎で合体して、でラーの人をギブアンドテイクでさらに相手の送りつけるっていう、そういうデッキがあるんですよ。これがね、結構先行制圧系のデッキなんで、まあこれはまあ妥当なんじゃないかなっていう感じはしましたね。このデッキ使ってなんか KCGT 勝ってた人もいたらしいですよ、どうやらね。で次はリミット2。リミット2ですよ。これが問題。全部で6枚あるんですけども、リミット2。まずはこれ。マジシャンズドット。いったー、いきました。マジシャンズドット2へ行きました。1個言っていいですか？あ、でしょうね。でしょうね。もうなんか、ディスコードのメンバーと話し合ってたんですけど、全員言ってました。あ、でしょうねって。もう100人中100人がでしょうねって言ってたっていう噂の、杖。まあ、もともとそもそもこれをリミット2にかけろって言われたから、ああ、しゃあないっすね。言われたんでかけました、みたいな感じのリミットをかけたんですよ、これ。言われてからやるやつは、大体仕事できない。脱線しましたけども、これ主人公デッキだと、やっぱここまで甘やかされるんだなっていう感じはしましたね。主人公だからの主人公バリアで守られていたカードなんで、まあ、やっとかと。僕ぶっちゃけ OCG だとブラックマジシャンデッキ一番好きなんですけども、リンクスで言うとこのブラックマジシャンデッキマジで嫌いなんですよ、俺。大好きなデッキなのになんか大嫌いになるっていう、わけわからん状況になってたんで、これは嬉しいですね。ジンナビ狡猾とかができなく以上になるので、まあでも、ね、正直、ね、あんまり最近ね、狡猾とかじゃなくて、因果切断とか入ってるんですよ、ブラックマジシャンデッキに。だから、あんまりね、そんなになんか、ジンナビ狡猾できなくなったところで、そんなにみたいなのがあるんだよね。で、あと、まあ一応安定感が若干落ちるんで、ジンナビの確率は少し下がるかなっていうところはあるんですけども、真のブラックマジシャン使いって、絶対、先行でジンナビ揃えてくるんで、絶対です。100% 体感。だから、意味ないかもしんない、もはや。確率の壁を、やっぱ主人公は超えてくるんで、あんま関係ないみたいな話ありますね。で、最悪、そのイリュージョンを少しいっぱい積んで、マジシャンブラックイリュージョンの方ね、あっちをいっぱい積んで、これあるんだけど、こいつをいっぱい積めば、なんか自己率回避できるんで、なんとかなるんじゃねえかな、これも。まあ多分まだ死にはしないというデッキになりそう、ブラックマジシャンは。で、そしてこれ、シナリーのモノノベ。モノノベ先生はですね、まあ、一応リミット2になったことによって、あ、これ妖刀とリミットかぶった終わったわと思ったら、妖刀がリミット3だったんですよ。だからなんかね、いけるんだよね、まだこれも。まあシナリーはね、無課金の方とか結構組んでた方いらっしゃるかもしれないんで、まあ、あんまりガチガチにその打天使の刑って呼んでるんだけども、動かせなくなるレベルで規制をかけることを打天使の刑って呼んでるんだけども、打天使の刑にはなってないんで、多分まだ大丈夫だと思いますね。モノノベ1枚から一応シンクロ召喚できるカードなんで、これを2枚にしたところによって少し、初動札が減るけど、ただし、白縫いはバックをいっぱい伏せて、5突きとかでこう初動札の確保はできるっていうこともあるんで、多分ねまだなんとかなるかなっていう感じはしますね。で、サイバネティックオーバーフロー、これがね問題ですね。これが非常に問題。相手のカードを複数枚破壊することでデュエルを終わらせる準備を整えることができるため枚数を制限します。ちょっとふざけましたね。コナミさん嫌いじゃない。これはね一番これが辛くて、サイバー流には実はね、妥当っちゃ妥当なんだけど、サイバー流奥義とオーバーフローがかかったので、オーバーフローのねリミット2が一番きついんだよね。エネコンとかコンセント、コンセントの代用はアレイスターとか一気化成とかいろいろあるけど、やっぱエネコンの代用ってなかなかなくて、だからそういうカードが使えなくなっちゃうんですよ、オーバーフローを積むと。だからそれが辛い。あと単純に3枚積めないから、スビキの確率が減って、先行でオーバーフローをセットして、サイバネティックフュージョンサポートじゃねえや、サイバロードフュージョンをセットするっていう、要は安定の脳死先行制圧ムーブができなくなったっていうこともあるんで、ちょっと辛いですね、これはオーバーフローは。で、要はサイバー流がちょっと動きづらくなった、弱くなったっていうのがこのリミットが関わってきてるっていう感じ。そしてドラグニットの真相、これのねリミットには何が取り上げられたかっていうと、挨拶ですね。局所的ハリケーンっていう挨拶があったじゃないですか。環境上位デッキで唯一ドラグニティデッキがその挨拶できるデッキだったんですよ。局所パーンからの圧倒的展開でワンキルみたいなことができるデッキだったんですけども、これ僕らは挨拶禁止令と呼んでいて、いろんなデッキのキーカードあるじゃないですか。キーカード、例えばシランディだったらモノノベ、ドラグニティだったら真相みたいな、このカードをリミット2にぶち込むことによって挨拶をできなくさせるっていう、これ挨拶禁止令って呼んでるんですけども、これがドラグニティにやっとかかったことによって、ドラグニティが挨拶ができなくなったっていう、局所できなくなったっていうことがあるので、一応ね11強化のカード、小津祭とか、清掃とか、玉光とか、そういうカードを使ってバック除去をしていく感じになると思いますね、これからはドラグニティ。ただドラゴンティーも別にそんなに、動きづらくなったけど、バック除去をしづらくなったけど、強いデッキではあるので、メインギミックは生き残ってるんで、多分なんとかなりますね、全然ドラゴンティーも。で、これですね、これムーンライトクリムゾンフォックス、赤いキツネ、はい、来ました。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。おめでとう。あまりにも予想通りすぎる。これ予想通りすぎない？これもね、多分ね、全員がね、言った。でしょうねって。これはね、フェイバリットヒーローつけて、ネオンスで赤いキツネ落としてワンキルするっていう、クソイージームーブができなくなるので、これとてもありがたい。ただ、やっぱちょっと切ないのは、その低層感が緩すぎたネオスさんのせいで、純正の月光デッキが少しやっぱリミットかかっちゃって動きづらくなったっていうことですね。カイトロイドとかとリミット被ってるので、ちょっとやっぱ防御札が弱くなったりとかするので、純正月光デッキがねこれからどうなるかっていうのはちょっとわからないね。これはねネオスのせいです。これは全面的にネオスさんが悪いので、ネオスさんに文句言ってください。ネオスさんに文句言ってるデッキ多すぎるけどね。でこれが一番問題かな。クリストロンインパクト、これねクリストロン死亡説が結構にわかにささやかれてまして、これ何かっていうと、インパクトで、要は突破できるようにしていた、例えばクリストロンの天敵であるコキュートスとかも、インパクトを使って守備力をゼロにして突破するとかあったんですよ。あと、狡猾とかもインパクトの対象体制で無視して展開するとかあったんですけども、これがなんとリミット2に入った、つまりリオンと一緒のリミットに入ったってことは、クリストロンインパクトが積めないっていうデッキになっちゃうんですよ、構築によってはね。リオン1枚とかあんのかな。リオン多分2枚って多分ねなしなんじゃないかなってちょっと思うんだよね。だからインパクトなしってなるとコキュートスがまず抜けないんですよ。コキュートスが抜けないの、これ辛いですよね。そのクリストロンデッキでコキュートスにカイトなしってなったら、これ結構もうなんだろうな、 ES に当たったら諦めるしかないのみたいな感じになっちゃうんですよ。だからちょっとね相当きついです。これはクリストロン死亡したっていう話も実はにわかに支えがってまして、これやばいっす。クリストン使いマジでこれやばいっすよ。これなんとかしないと、なんか構築考えないと多分相当きついと思う。これ多分今回の規制の中で実は一番きついんじゃないかな、クリストンインパクトのリミット2が。はい、ということで俺はクリストン使ってないから一言みたいな感じなんだけどもで妖刀をさっきやりましたね。これちなみに知らないデッキにコズミックサイクロンがもしかしたら1枚積めるようになるので、暴走とかの対策になったりするかもしれないですね。これだからもう逆に良かったみたいな話もある。モノノベ2で妖刀2でコズミック1みたいな感じで逆にいいみたいな話もありますね。でリミット解除についてなんですけども、マジシャンもブラックイリュージョン、これに関してはね、一言ですね、冤罪でした。冤罪でした、これは。これは冤罪。冤罪で牢獄にぶち込まれていたんで、帰ってきた、お帰りなさい。ほんと、お帰りなさいって感じ。なんかもう15年ぶりに、あの殺人事件、DNA で再鑑定したら、実は殺人犯はこいつではなかったみたいな、そういう話です。これ冤罪すぎた。正直でもね、有識者の中では、実は、イリュージョンがめっちゃ強いっていう話もあるので、まあ、今後もしかしたらリミットかかるとかあるかもしれないけど、まあ、一回冤罪で釈放。で、これ、王女はさ、これ本当に解除して大丈夫？本当に大丈夫？俺ちょっと怖いんだよね。まだ試してないか分かんないんだけど、アマゾネス結構強いんじゃないかなっていう、逆に。今まあ、一応吸収がリミット1なんで、吸収除外されたら、何もできないかって言われると、罠が強いから今、環境的には。だから、罠いくらでもなんとかなるっていうのと、あと単純にやっぱアマゾネスの王女と剣士がリミット2だったから弱かったのに、王女と剣士がリミット分かれて、剣士が2枚詰めるとかなると、それはそれで上剣士 B とかすげえめんどくせえから、なんか罠 B 環境ですよね、アマゾネスの。あれのまたデッキ相手しなきゃいけないからみたいな。しんどい、助けて。ちょっとワンチャン強い説もあります。で、最後にまとめとしてですね、まあ、ざっとね、強くなるであろうデッキを、まあ、ざっと説明しておくと、ブラックフェザー、無傷すぎた、強い、多分。で、イアス召喚獣も、多分ノータッチエース、多分強いですね。他が弱くなるから。あと、クリストロンが、高級突出したら積むっていうパターンあると思うので、多分追い風ですね。で、マスクヒーロー、これもノータッチエース、強いですね。で、霊獣もノータッチエースで強い。ウィッチクラフト、これもね、一応 BF に勝てなそうみたいなところあるけど、実来環境デッキの候補なんですよ、ウィッチクラフト。だからウィッチクラフトもノータッチなんで、まあ、多分強いですね。で、あとは、リミットかかってないゴーキとか、ベンデットとか、そういう系のデッキも、そこそこのポテンシャル持っていて、ノータッチだから強くなったみたいな話はありますね。で、逆に弱くなるデッキは、クリストロン多分ね、結構きついと思う。で、あとサイバー流も多分ね、リミットの2が被りがきついから、だいぶスキルと合わせて組み方考えないといけないなみたいな感じですかね。はい。で、一応据え置きデッキっていうのが、シラヌイとか、ブラックマシャンとか、ネオスとか、あの辺あたりですかね。まあ多分まだ参るみたいなデッキの感じになると思います。はい。ということで、今回は以上となります。まあ、まとめるとまあ、本当にお疲れ様でしたみたいな。赤いつるさん、お疲れ様でしたみたいな話になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。